はい、こちらねカルスを入れてちょっとね 2,3 日ぐらい時間経ちました。でまだねそこまで分解はされてないかなって思ってるので、まあ、このままねどんな風に進んでいくのかっていうのも見ていきたいと思います。でここがねカルス入れたゾーンなんですけど、こちら側ですね、今この僕がいるところはカルスなしでやってたんですけど、この耕運機をこうやってバーって走らせてたんで、カルスがあるところとないところのこの境目っていうのがねちょっと分かりにくくなってしまったなっていうことで、ちょっとねもう一個分かりやすくカルスの力っていうのを試すためにもう一個別の場所を用意したんで、そちらもね見ていきましょう。はい、ここですね、ここ今このね両サイドこんな感じで草たくさん生えてたんですけど、この両サイドをね草むしりして、今この真ん中のところに置きました。この草をこうやってこの左右ねカルスあるなしっていうのを使ってみたいと思います。はいね、今こんな感じでこっちがねカルスと米ぬかありでこうやってね雑草をふるいました上に。でこちらがね米ぬかだけっていうことでわーって今出るんです。はいね、こんな感じでカルスありとカルスなしでこう分かれることができたんで、まあね大体5日間ぐらいずつね経過見ていきたいと思います。この雑草はね残ってしまったんで、このままここでちょっと枯れさせようと思います。はい、ここねカルス処理した場所とこうねしてない場所っていうので前回動画撮ったところです。であそこからまたね雨とかたくさん降ってくれたっていうこともあって、どのぐらいね成長してるのか見ます。
あんまねこれ発酵進んでないかなって思います。まだね時間がそこまで経ってないので、こうやって埋め戻していきます。この何も処理してない場所見ていきましょう。撒いたこの米ぬかっていうのがあるんですけど、まあねそこまで分解っていうのは進んでないかなって思います。はい、こちらねやってきました。カルスの実験をしているところなんですけど、こちらがね今僕の手が映ってるところがカルスを入れてないところに雑草をね穴を掘って打ち込みました。で逆にこっちのね反対側、こちらはカルスをありで雑草を入れたんで、まあ1週間ぐらいこの時間が経ったんでどのような違いがあるのかっていうのを見ていきます。まずカルスがないところをちょっと掘ってみましょう。こんな形で、まあ、若干はねここ黄色くなってくれたりして、まあこのね堆肥っていうのがちょっとね分解はされてるのかなって思うんですけど、そんなねまだがっつりはされてないですね。こんな形で、まあ1週間じゃね分かんないんで、もう一回こうやって埋め直して土をねもう一回こうやってかぶせておきます。でこちらですね、こちらカルスありの場所です。じゃあちょっと掘ってみましょう。お、なんか心なしかこっちの方がちょっと分解進んでるのかな。いやでもまだ確実な違いっていうのは分かんないですね。まあこれ米ぬかも一緒に撒いてるんで、この物体米ぬかなんですけど、まあまだねこの分解しきってはくれてないですね。この雑草で今試してるんですけど、まあ、なのでまあ1週間じゃねまだ分かんないんで、引き続きねこの調査していきたいと思ってます。ということでこうやって土かぶせてあげて、また1週間後ぐらいにね見に行きたいと思います。はいね、こちらカルスの実験をしているところなんですけど、今ね2週間が経ちました。でこっちにはカルス今入れてないで、米ぬかだけバーって撒いて、そこにね雑草を入れて上から土をかぶせたんですけど、まあもう雨降ってるので早速ちょっと掘ってみましょう。はい、今土の中はこんな感じで、まあまあ分解みたいなのは進んでるのかなって思います。でこういう上らへんねまだ出てたところはそんなにねこの雑草は青々しいんですけど、この埋まってるところなんかはちょっとずつね発酵始まってきてくれてるんじゃないかなって思ってます。まあ、なのでこれカルスなしでもねここまで来ます。で実際ねカルスあり撒いた方をねこちら側になってるので、こちらを見てみましょう。はいね、こちらカルスありなんですけど、ちょっと掘ってみましょう。すごい、こっちはもう結構分解始まってますね。もうなんか明らかにちょっと足で触っただけなんですけど、この柔らかさもう分解されてるなっていうのが分かります。ほらすごいな、微生物がね働いてくれてるんでしょう。ということでちょっとね雨もまた降ってきてしまったので、今日はこんぐらいにして、また1週間後ぐらいにねどんな感じになってるのか見ていきたいと思います。はい、こちらねカルスの実験をしている畑なんですけど、こちらはねカルス撒いてないところになっています。で3週間ぐらい経ったんでね、さすがにこっちも徐々に分解はされてきてんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じで、まあ、若干ね草のこのねつるみたいなのは残ってますね。でまあ上に出てる部分はこんな感じで分解まだされないんですけど、この下にねある分に関しては結構ね分解されてきてくれてますね。こんな感じでもう溶けてますね。なんですけどまだこういった茎とか目立ちます。ではねカルス撒いた方見ていきましょう。はい、こちらがカルスを撒いた方の柵になります。
わ、でもしっかりと分解はしてくれてますね。こんな感じで、これがねカルスを撒いた方のやつですね。少ししっかりと中ら辺を分解してくれてます。でもまだ完全にはね消えてないですね。はい、まあこんな感じでまた1週間後もね見ていきたいと思います。トカゲがいました。今日本トカゲ、ほらもうカルスのこの隙間から出てきましたね、この日本トカゲ。こうね、色は綺麗なんですよ、こんな感じで。はい、ということでね、今日でちょうど1ヶ月が経ちました。このカルス処理をしていないところと、こっち側がねしてるところです。で、まあ、1週間ごとのあれもちゃんと記録してるんで、そちらも見ながら今日はね最終確認となっています。なのでちょっと掘ってみます。あ、でもこっちもねだいぶ、まあ、1ヶ月は置いといたんで、この草とかがね分解されてますね。でも、まあ、多少ね残っちゃったりしてますね。でこういうねここら辺に生えてる草っていうのをこの中に、ね、土に入れて、まあね米ぬかだけ入れました、こっちは。なんで、まあ、カルス入れてない状態なんですけど、まあまあ分解はねされてますね、1ヶ月の間で。なので、まあ、この状態ですね、1ヶ月経って。で向こうのカルスをしてある方ね、そちら見てみましょう。はいね、こちらカルス処理をしているところです。掘ってみるとあれないですね、あのさっきのこのこういう茎が、まあ、こういうのは上に出てしまってるので分解されてないやつなんですけど、こちら側ねもう下の中にあるやつは結構ね分解されてほぼないですね。まあ多少こんな感じで残ってたりはするんですけど、この中の方は、ね、しっかりと全部分解されてますね。いや、じゃあもうカルスの効果抜群ですね、これは。もう僕も初めて使ってみたんですけど、これ結構いい資材なので、まあ、皆さんもね早くこのね残渣とかを処理するの困ってるよっていう方ね、このカルスっていうのを使ってみてください。